皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、村山選手をピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけでですね、村山選手 OB 第1弾でですね、初登場という形で登場したんですけど、今回ですねランキング走って獲得してきたので、ようやくね育成が終わったというところで、今回ピックアップしていこうかなというふうに思っております。それでは早速なんですけど、能力見ていきましょう。球威86、制球82、スタミナ86っていうところですね。もうこれはめちゃくちゃ能力高いですね、全体的に。まあ、球種見ていくと、ストレート、フォーク、変化量7ですね、のフォークにスプリットというところで、まあ、球威もね高いですし、まあ、かなり打ちづらいんじゃないかなというところでですね、まあ、今回フォークスプリットでは一番大きいかな、今回使っていこうかなというふうに思っております。で、まあ、先発中継ぎ抑え全部できるっていうのもでかいですね、まあ、ここは強いポイントなのかなというところなんですけど、一応ね、先発と中継ぎしか、まあ、現状ね超になんてできないという形です。で、まあ、特殊能力が奪三振20まで切れ替えタイピンチというところで、タイピンも持ってるんですね。中継ぎの適性とかもですね、まあ、ゲーム的に見ても高いんじゃないかなというところです。それでは早速ですね、ランク戦で初勝していこうというふうに思います。どうぞ。はい、では1試合目ですね、やっていきます。先行というところで、なんとか先制点取っていきましょう。はい、それではですね、早速投げていくんですけど、まあ、なんといってもね、このフォークがねかなりでかいんじゃないかなというところでね、結構フォーク単体でもですね抑えれる投手にはなってるんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。ほらほらね、結構ねでかいフォークって捉えるの難しいですよね。で、まあ落ちる落ちないとか、まあもちろんそこはね、変化量の差が大きいので、かなり難しいところなんじゃないかなと。変化量の差っていうかね、まあ落ちる時と落ちない時のカーソルの合わせる位置が全然違うのでね、まあ、そこは合わせにくいポイントなのかなというところです。で、まあ、ストレートもね球威高くて、ああいう感じで、まあ、要所要所でね投げていただくといいんじゃないかなというところと、まあ、この変化量の差ですよね、フォークとスプリット、まあ、これがね則本選手と全然違いますので、則本選手もね、まあ、過去の則本選手ですとスプリットの変化量一緒でしたよね。だけど、まあ、そことも全然違うので、その点もねかなり強いポイントなのかなというふうに個人的には思っております。まあ、まずそこら辺がね、この村山さんの強いポイント、あとはタイピンも持ってるんで、本当にピンチの場面でもですね、かなり活躍してくれるんじゃないかなというふうには思っております。ただね、弱いポイントを上げるとすればですね、まあ、本当にひねり出すとすればそれしかないってところですよね、逆にね、っていうところでは、まあ他にねスライダーカットとか、そういった球種がねあれば、まあ、より本当に則本選手の上位互換って言えたとは思うんですけど、まあ、中継ぎができるという点でもですね、かなりまあ汎用性とか見てもですね高いんですけど、本当にフォークスプリット、まあ、それがね強いんで、まあ、それだけでもいいかなというところですけど、まあ、スライダーとかカットがあった方がより強いよねっていうところですね、まあ、本当そのくらいですね、かなりね打たれないんじゃないかなというところでですね、まあ、自分はね割と先発が揃ってるんで、まあ、中継ぎで出てきた方が嫌かなっていうようなタイプなんですよね、だけまあ中継ぎに置こうかなというふうには思っております。まあ、タイピンもありますしね、中継ぎでピンチの場面とかやとねかなり活躍してくれるんじゃないかなというところで、まあ、中継ぎ基本的にはですね、まあ、先発がきつくなってきたら全然ね先発とかもあり得るとは思うので、まあ、そういったところでは本当に村山選手獲得かなりでかかったんじゃないかなというふうには思っております。はい、あまあ次の回はねスプリットも多めに投げていこうかなというところです。いやー、ロハス強いよね。ロハスさんも対談なんですかね、っていうところでは、まあ、今後はね S ランクの登場がないというところで、ちょっとね自分的にはこのね広角のロハスさんなんですよね、自分が使ってるのは覚醒のね、まあ、それをずっとスピ解放していくかなというところですね。まあ、結構 A ランクは出てるんで、まあ何回かはできるんじゃないかなというところですね。はい、っていうところでは、まあ、ロハス選手もね対談というところで、結構阪神は外国人が変わりそうですね。っていうところでは本当にね来シリーズ、まあ、監督も変わってっていうところでねかなり楽しみなんじゃないかなっていうところですね。ではちょっと村山さんの守備まで飛ばしましょう。でまあ、ロハスさん守備もね割と C っていうところでいいんですよね、まあ、かなりね使えるんじゃないかなというところで、まあ、村山さん投げていきましょう。さっきの回ね本当にフォークばっかりだったんでスプリット生きてくるんじゃないですか。まあ、これは手が出ないっていう形だと思うんですけど、さでもね、フォークも投げないってことはないんで、はい、いや強いね、やっぱフォークがね本当に捉えづらいと思いますね、まあ、この変化量の差のフォークスプリットってね、なかなかいなかったとは思うので、まあ、則本さんくらいですよね、あの大きいスプリットフォークと、小さいスプリットね、まあ、それよりも大きいんで、いやかなりこれはね打ちづらいんじゃないかなと
はい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 、フォークだけでもね捉えきれてないっていうところですね。ではエンディングいきましょう。はい、ではどうでしたかね村山選手。まあ本当にね先ほども言った通り、フォークスプリットっていうところでね、かなり、まあ、変化量、今までにない変化量ですね、まあ、かなり打ちづらいんじゃないかなというところです。本当にね変化量の差が大きいっていうところはね、まあ、本当に、似てる球種を持ってる上ではですね、まあ、見分けがついても、打ちづらいって言えるような投手なんじゃないかなというところでですね、まあ、フォーク本当にね捉えるの難しいので、うん、まあ、そこはね本当に強いポイントなのかなというふうには思います。まあ、ただ逆にね言うと、まあ、それを見分けられたらちょっと、村山選手ね、きついのかなというところでね、まあ、そういった場合はね本当にどんどんピッチャー交代してっていいんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、ちょっとね今日タイピンチの場面では見せれなかったですけど、まあ、今後はね本当に中継ぎで使っていこうかなというふうに思っているので、またね村山選手活躍見てもらおうかなというふうには思っております。まあ、そういったところですね。で、まあ、本当にね、初回は割とねフォークばっかり投げてたと思うんですけど、まあ、ああいう感じでね個人的なね配球になっちゃうんですけど、まあ、最初はね、大きいフォークで、まあ、なんとか打ち取っていくと。で、まあ、まあ、次の回とかからスプリットを投げていくとかするとですね、まあ、相手もね、見分けるのに、まあ、1球2球ぐらい見たいと思うんですよね。本当にフォークスプリットの回転をですね、まあ、そういったところでは1回目ね捉えるまでに時間がかかると、2回負けてる場面とかやったら特にね難しいとは思うので、まあ、そういったところでね配球っていうところもですね、面白いピッチャーなんじゃないかなというふうに個人的には思っております。それでは本日はこの辺で終わろうかなというふうに思います。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではゆずでした。